さて、それではそろそろトップバッターのご紹介をさせていただきます。はい、本日トップバッターはバニティの皆さんです。ではバンド紹介早速させていただきます。はい、2016年結成、ジャンヌ・ダルクカバーバンドバニティです。普段は初期のハードな楽曲中心のセットリストですが、今回は野外ライブにふさわしい楽曲でまとめました。ジャンヌを知らない方もぜひ楽しんでくださいということで、早速ね、素晴らしい、衣装を身にまとって可愛いボーカルさんもいらっしゃいますので、皆さんぜひ盛り上がっていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。Yeah.
いや今日は本当にいい天気で、しかもすごく暑いし、夏フェスにぴったりのお天気で本当に良かったです。皆さん来ていただいてありがとうございます。いやちょっとジャンヌダルクというあのバンドのカバーバンドをやってるので、あんま知らない方も多いかなとは思うんですが、あの気にせず音楽に乗って楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。ではちょっと早いんですが、続いての曲に行きたいと思います。次の曲はアニメのワンピースっていうアニメの曲の主題歌にもなった曲なので、もしかしたら知ってる人もいるかもしれないので、はい、聞いたことある人もぜひ一緒に乗っていただければと思います。見てください、シャイニングレイ。
くん日が照ってきましたね。シャイニングレイやった瞬間に晴れましたからね。晴れました、シャイニングしてますね。シャイニングです。シャイニングって言ったらホラー映画の方を思い出しちゃう人いませんか。私だけです。はい、ということで今日ねちょっと一個だけ手短に紹介したい方がおりまして、硬いな今日からドラムデビューということでドラムのあつしくんが加入しました。ちょっと一緒にねやってくれるということで本当にありがたく、バンドにドラムがいないって結構致命傷でしたので入っていただいて本当に助かったということで、若いしピチピチだし一番最年少だし今日座ってるドラムの椅子も超灼熱なんで楽しみたいと思います。下がりましたね。ちょっとマイクがないからあれですけど声もすごい大きくて通ることなので地声で大丈夫だと思います。お願いします。はい、若いね、体育会系だね。ライブ告知、はい、ちょっと手短にね、11月の13日です。13日の日に次は東区のソリッドっていうライブハウスでまたジャンヌ・ダルクのカバーとしてこのバニティ出ますのでもし来ていただける方はありがたいなっていうところで、はい、よろしくお願いします。そちらもよろしくお願いします。マジで、では、次の曲で早いんですけれどもラストになります。はい、はい、では聴いてください。エデン君がいない。Let's go!
ありがとうございました。本日のトップバッターはバニティの皆さんでした。もう一度盛大な拍手をお願いします。いやー、疾走感たっぷり。花がありますね、まずね、若いからね。そうですね。花があって、あとね、ワンピース。